今ターミナルの中に入ってきてね、出国手続きも終えたら、なんともう待ってたかのようにグランドピアノがあります。しかもね、屋根が開いてるので爆音なので、ちょっとね弾く曲を考えながらちょっと弾いていきたいと思います。ちょっとまあ行ってみましょう。
はい、というわけでかなり盛り上がりました。想像以上にね、やっぱりもうあのみんな待合室ということでね、まあ、結構抑えめで弾いたんですけれどもね、グランドピアノで屋根が開いてたってこともあってかなり音が飛んでたようです。そしてね、まあ、みんなあの飛行機のね乗る時間までまあ何もすることはないっていうことなので、まあやっぱりねすごくねみんなしっかり見てくれてですね、なんか僕も弾いてる僕としてもコンサートのような感覚でね、その中椅子がかなり低くて弾きにくい中、まあ、ラークのコナラを弾かせていただきました。そして私11月から全国ツアーをさせていただきますので、ぜひともこの機会に日本の皆さんコンサート会場でお待ちしております。というわけでグッバイ。